ミーノス,の前にスケッチ「ミーノス」の前には1905年メシトロビッチがウィーンに滞在している時に作成されました彼はダンテの新曲の影響を受けていました構成は垂直に作られていますそのため右側全体が黒で陰影線をつけられているのに対し絡み合っている 裸体の長いラフな線は図面の左端に沿って細かく描かれています。体は小さく密接に描かれ人々は上へ上へと上がっていますがミーノスの尾は人々が地獄へ落ちていくのを見届けています。重要人物であるミーノスは小さく描かれていますが 描くことによって特徴をつけました。罪人もミーノスも限られた小さなスペースに描かれました。作品は暗く、空虚で沈黙、破壊された体を描いています。スペースは定められておらず、幽霊のようです。その深さを想定するのは難しいです。しかし、 長いラフな線の中央が最も遠いところを落ちている体が再びより近くなるように左下隅の人物が最前面にいるように描かれています体の作りは大変正確に作られており値体の注意深く正確な演出は彼の優れたスケッチを示しています 構成は劇的であるとともに、悲劇的なものも表しています。